講談玉田家ラジオ。この番組は四代目玉田玉秀斎と弟子の玉田玉山でお送りいたします。はい、ということで今回が第6回ということでございますけれども、ありがたいですね、玉山さん。はい、たくさんの方が、あ、そうですね、聞いていただいて、聞いていただいておりますね、はいはい。まあ、再生回数が出るんで何人に聞いていただいているかすぐ分かるわけですけど、ね、分かりますね、これ公共の電波と違うところやね。ああ、そうですね、公共の電波だとだって分からへんもんね。確かに分からない。何人聞いてるかとか分からへんもんね。全員聞いてるかもしれないなとも思いますし、うん、誰も聞いてないなと思える時もありますから。そうやな、うん、いやでもありがたいね。あの、なんかどちらかというと、まあ、来るメッセージは、あの、結構僕たちに好意的な方が多いからね。そうですね、やめちまえみたいなのが来ないですね。来へんね、はい、うるさいんじゃボケとかね、来ないですね。まあ、みんなあの好きな人しか見に来へんから、うん、その感じはします。こう精査された結果ここに来てくれてるわけですよね、少数精鋭で、はい、ね、今回は玉山さんが、メールが来なかったということで、はい、来なかったです。でもツイッターでなんていうの、エゴサーチ、そうです、エゴサーチ、必死の検索をしました必死の検索をした結果2つ見つけたそうですね。そうです、はい、それではメッセージご紹介します。これメッセージご紹介しました。メッセージじゃない、じゃあもう全然許可も得てないただ公やね、そうです、もちろん公になってるので、みんな見れる状態で、みんな見れる状態で、ね、はい、まあ、それをご紹介するっていうことやね。そうです、はい、玉さんが必死に探してきた、コメントでございますけれどもね、チュリゾンさんでございます、ありがとうございます。聞いていただいて、はい、講談玉田家、玉田玉秀斎、玉山師弟によるトークや童謡の修羅場読み、師弟の仲良さを感じるトーク、金太郎やズッコロバシの深掘り受ける。玉秀斎さんはスウェーデン語を含む8カ国語を操るとか、玉山さん入門2年目うまいね。上方講談には縁がなかったけど興味出てきたということでございますね。いやー、ありがとうございます、ありがとうございます。ねえ、あれですね、スウェーデン語を含む8カ国語、はい、すごいですね。これよく言われるんですけど嘘なんですよ。いや、ウィキペディアにはでも書いてありますでしょ、はい、だからウィキペディアはこれ多分なんかで、なんかあれかな、誰かが書いてしもたんやろね。ああ、8カ国語っていうのを、うん、だからよく8カ国語を操れるわけじゃなくて、はい、操るのは日本語と英語と、はい、まあ、スウェーデン語や、この3つはまあ日常会話は大丈夫やわ。語足りない、語足りない、5足りないことはあんまりない、 3足りないやったら分かりますけど、うん、5が足りないってことはあんまりないですよね。5足りないよね。5は何なんですかだからここからが説明なんやけどね、はい、あの北欧って呼ばれる地域あるやんか。はい、ありますね。あの地域はよう似てんねん、言葉が。はい、だからスウェーデン語が喋れるとデンマーク語とノルウェー語が、まあ、理解できるわけ。ああ、なるほど、はい、ある程度やね。どれぐらい似てるんですか。ね、広島弁と青森弁ぐらい。うわぁ青森かーって感じですね。青森は分からない感じもしますけど、青森似すぎかな。そしたら福島、あれぐらいのね、あの福島と広島ぐらいな。なるほど、まあ、なんとか意思疎通を取れる、うん、はい、そのことを何かで言うたんやと思うね、僕。はいはいはい、そしたらデンマーク語とノルウェー語もいけるんですね、みたいな。ああ、いけるというわけでもないんですけどねって説明したんやね、僕は。はい、昔な、はい、結構何回も聞かれてるからこの話ね、説明したんやけれども、なんか結果的に、なんか面白いですからみたいな、はい、ところで落ち着きはんねん。なので、それで日本語、英語、スウェーデン語でしょ、はい、ね、ノルウェー語とデンマーク語が入るでしょ。5です。これで5でしょ。3足りません。3足りないでしょ、はい、ほんで他ないんですかって言われる。他ないんですか、はい、もう5まで来たら、5まで来たら欲しがりますね、はい、他ないんですかって言われるから、はい、いや、うんとね、大学の時に、はい、約1ヶ月ドイツに行って、はい、まあ、その当時はそのドイツでね、その月の終わりしな、はい、その一月行ってる終わりの方には、まあ、ドイツ語で多少話もできましたけれどもねって言うん、はい、ほんならもうそれも入れときましょう。あ、6 そう、いやでもそれ入れたらあかんのちゃいます。はい、今喋れないの。そうですよね、はい、だって今ドイツ語喋れって言われても何も出てけへんよあの時は喋れたよ。今は
パッとドイツ語もう1匹ぐらいしか出る。1匹どういう意味なんですか。1匹リーグディシーぐらいしか出る。どういう意味ですか。私はあなたを愛してます。それぐらいしか出る。ドイツでどんな生活を送ってらしたんですか。いやいや、もうそれぐらいしか出てけへんよ。あ、そうですか。はいはい。ね、だからもうこれ無理ですよって言うわけよ。そうですよね、聞かれた人に。いや無理ですから、はい、でもあの時は喋れたんでしょ。今から約20年前はドイツでその1ヶ月いらっしゃる間は喋れたんでしょって言われたら、いやもう喋りましたけれどね、今無理ですよ、もういいんちゃいますかって言って一つ足された。ホタ6言って語れたので6個目です、これで、ね、6個目。あとでも2、いいでしょ、はい、ほんで僕はまあなんていうんですか、いろんなところ行かせていただいて、はい、外国でも講談させていただいてるので、外国語で講談はしてますよと、はい、まあ、英語以外でも、うん、その外国語の講談やってますよ、やってきましたよっていう話をして、どこ行かれたんですかって言われたんで、ブラジルですと。ああ、ブラジル。え、ブラジルはポルトガル語ですよ。はい。ってことはポルトガル語で講談したんですかって言われて、はい、もうポルトガル語で講談しましたけれども、ポルトガル語は話せませんよって言ったんです。話せませんよって言ったんです。話せない、はい、だってネタを覚えて一生懸命喋っただけやから。あ、ネタ以外は全く分からない。なるほど、はい、ね、はい、なんか喋れませんよって言うたんですけれども、でもネタできるんでしょ、受けたんですか、受けましたよ、入れときましょう。あー、すごい。7ね、もう随分ですよ。そう。まだ8があるんですか。8あります。8は何ですか。俺ね、中国の上海で、はい、あの中国語講談してきたんですよ。あ、そうなんですね、はい、でこれはもう大失敗なんです。僕の中ではあんまり良くなかった。良くなかった。ほんで中国語、まあ、僕がまあいろんな言葉でね、一応させていただいた結果、分かったことはアルファベット以外はダメだってことが分かった。ああ、中国語は漢字ですからね。そうそうそう、はい、で姿勢っていうのがあって、もうむっちゃ難しいんですよ、はい、僕にとっては中国語ね、はい、だからこれはもうほぼ失敗やし、多分二度とすることないから、もう嫌らないですから、これは無理ですよって言うたんですよ。そしたら、でも中国語で上海でやってきたんですよねって言われた。言われた。はい。いや、やりましたよ。はい。ほんで入れときましょう。いやいやいや、よくないですよ。もうそのおじさんは足すおじさんやって分かってるじゃないですか。やったことあるって言ったら足すおじさんなんです。言っちゃダメなんですよ。いや、だからこう、ね、なんかそういう人が何人もおるんですよ。あ、はい、なんか僕結構いろんなところで、その外国語喋れるんですねみたいなこと言われた時に答えるんですけど、はい、大体みんな足していくんですよ。でも結構日本人は足す人多いですね。あ、やっぱりそうですか。大げさになってしまうというところがありますね、うん、なのですいません、あのチュリゾーさん8カ国語というふうにですね、夢を持っていただいたんですけれども、操るっていうところを最低限クリアしているのは3カ国語ということで、半分にも満たないということでございます。すいませんね。ちなみに玉さんはどうなんですか。え、僕何ですか。外国語は、あ、僕は日本語だけやらせていただきます。はい、いいですね。はい。いいですね、ということで、チビゾーさんありがとうございます。ありがとうございます。それ以外にも玉山くんがですね、一生懸命ツイッターで、はい、検索しまくって見つけてきたもう一つ、はい、まどかさんでございます。ありがとうございます。はい、玉竹ラジオの金太郎とずいずいずっころばしと裸にマスクの痴漢の考察がめちゃめちゃ面白くて、聞きながら外歩いてたんだけど笑いが耐えきれなくてしんどかったからおすすめ。この二人の空気感がとても好き。いや、ありがとうございます。大絶賛じゃないですか。いや、すごいですね、はい、いや嬉しいですね、はい、いや、ありがとうございます。ね、ちょうど裸にマスクのね、あの変な人が捕まったっていう話をニュースを切る、はい、ニュースのコーナーでさせていただいたんですけれどもね、いや、ニュースのコーナー良かったですね。ありがとうございます。玉さんの夢が一歩近づいた。そうですよ、もうこの調子でもう様々な痴漢を切っていきたいと思っておりますから。ちなみに今からですね、はい、ニュースのコーナーございます。やってまいりました、はい。前回は、そのマスク、裸でマスクの人の話だったんですが、今回はね、見つけてきたのが、4月8日水曜日、毎日新聞さんがネットニュースで流してたんですけれども、剣道でクラスト、はい、愛知県警で新型コロナ感染拡大、掛け声で飛沫って書いてあるんですけれども、はい、僕剣道やらないんですよね、はい、玉さんもやってんね。 やってました、はい、もうだいぶ長いこと12年ぐらいやってました。ですよね、はい、これどういうことですか。剣
掛け声で飛沫ってどういうこと？剣道はすごい大声を出すんですよ。ほう、すごい大声です、うん、もうすごいです。じゃあ どんな感じなの？あーぐらいです。あのいや、そんなんやってる人見たことないって。僕はこのスタイルでやってました。え、そのスタイル以外にどんなスタイルか。まあ、あんまり声出さないスタイル。僕は大きい体、大きい声、相手をビビらすっていう。ほんなら、それ以外のスタイルやってよ。それ以外の別のスタイルお願いします。あおい。他は他。他ですか、うん、ここいやもう、あーか、あーこの2パターン、上か下かっていう感じの。だいぶ飛沫がやっぱ出ますね、これは剣道。それは出るね。出ます。出るね、だいぶ出るね。で、この、あーっていうのをこう、面ってわかりますか、はい、面越しに、言うたら20センチぐらいの、はい、近さで、あーあーあーって言いながらこう、剣道するので、相当飛沫は飛び交うという。ってことは、やっぱりこういう飛沫が危険だって言われてる時には、剣道をやったらあかんか。いや、よくないと思います。ということですね。うん、そうだと思います。ということで、もし聞かれてる方で剣道を学されてる方はですね、はい、マスクをしながら、はい、お互いね。そうですね。うん、でもしくは最近フェイスシールド、あ、はい、クリアファイルで作れるフェイスシールド、はい、僕たちも全力で修羅場読みでね、はい、使い始めましたけれども、あれとかつけて、はい、めっちゃしんどいやろね、でも剣道。いや、むちゃくちゃし、マスクも無理やと思います。もう息できないもんね、うん、ほとんどね。はい、ということでございまして、ぜひ皆さん、剣道は、気をつけていただきたいと思います、はい、ぜひ世の中が落ち着いてから、再び楽しんでいただけたらと思います、はい、ということでね、はい、いよいよ終わりの時間が近づいてきたんですけれども、はい、最後はやっぱりこのコーナーですね、はい、修羅場読みのじゃない、修羅場読みじゃないですね、はい、何でしたっけ。リレーで続きますね。あ、リレーで続き読みのコーナーでございます、はい。前回どこまで行ったかと申しますと、私の方が講談ナポリタンの由来という物語をさせていただきました、はい、今日はそこから関連いたします物語を引っ張ってきていただいて、玉山さんに一席お願いいたします。はい、あ、じゃあ、前回、ナポリタンの由来が喫茶店のお話やったんで、はい、ちょっとそこら辺から引っ張ってきたお話を、はい、させていただきたいと思います。はい、お願いします。参ります。明治時代の銀座において資生堂という薬局を経営しておりましたのが福原有信。1902年にアメリカに視察に参りまして、入りましたのがあるドラッグストア。店の中を見て回りますと、隅の方に見慣れない機械がある。どうやら飲み物を販売しているらしい。まあ今で言うドリンクバーのような機械があったんですね。近づいて参りまして、ここでは何を売ってるんですか。ここではソーダを売ってる。おお、ソーダですか。じゃあ人気のものを一つください。言うと店員が蛇口をひねる。飲み物がコップに注がれていく。これを見た有信は、うん、これは面白い機械だな、日本に持って帰ったら必ずヒットをするだろう。商売人の勘がピーンとひらめいた。そんな有信の目の前に出されたコップ、そこに並々と注がれていったのは茶色い液体でして、炭酸の泡がブクブクとしている。なんだこれ、すごくまずそうだな。思って見ておりますと、この上に店員がアイスクリームをドカッと乗せた。これは一体なんだ。これは今アメリカで大人気の薬草をブレンドしたルートビアという飲み物だ。そしてこの上にアイスクリームを乗せるのが流行ってるんだよ。妙なものを飲むことになったな。思いながら有信が一口口をつける、飲み込んだ。すると微妙や。確かに炭酸とアイスクリームの相性はすごくいい。でもこのルートビアという飲み物がどうも口に合わんな。美味しくない。この機械日本に持って帰ったら必ず売れるから、この機械は持って帰るが、このルートビアというのは持って帰るのはやめておこう。こうして有信が日本にこの機械を持って帰りまして、薬局資生堂の隅に設置をする。そこで様々なサイダーを売ることになりますが、アメリカで飲んだあのアイスクリームが上に乗ったやつ、あれを出したいが、ルートビアではちょっとな。よし、
独自のものを考えよう。そして思いつきましたのが当時最高級の果物でありましたメロン。このシロップを使ったメロンソーダの上にアイスクリームを乗せるという飲み物。このあまりの申し訳ないです、このあまりの姿の良さ、緑色の上にアイスクリームが乗っているという夢の国から出てきたようなその姿に、日本の少年少女たちは大いに喜びまして、これがクリームソーダの始まりとなったのでありました。今でも日本の喫茶店で花形を務めるクリームソーダの由来の一席でございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。15分が過ぎてしまいまして、大変申し訳ございません。すいません、ということでね、皆さんクリームソーダの由来聞いていただきました、はい、来週はこのコーナーに、私がいろいろ考えて関連するものを、続き読みさせていただくということでございます。ということで、この講談ともなけラジオでは皆様からのメッセージお待ちしておりますよ。アドレスは、maruyama4520@hotmail.co.jp までお願いいたします。全力で修羅場読みのリクエストもお待ちしております。この放送は大阪北浜に立つ築約100年の指定文化財青山ビルさんよりお送りしました。お相手は玉田玉秀斎と弟子の玉山でした。ありがとうございました。